ゆうか、エリナ、カルド、ミオ、ヌル、ル、ノ、イ、イ、ル、ティアラ。ルノティア見たよって方いらっしゃいますかね。わ、ありがとう。
をいっぱいアピールありがとうございます。じゃあみおちゃん、初めての方にはどんなことがあるんですか？はい、メンバーの個人 X をフォローしていただくとお写真が撮れるのでぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。そしてですね、ルノピアの定期公演恒例の MC コーナーなんですけれども、はい、今日の担当誰ですか？はい、はい、はるなちゃん何？はい、さっき思いついたのが、最近挑戦してみたいなって思ったことは何ですか？挑戦してみたいこと。大切な心、ごめん簡単大切な心ですね、挑戦というのは。なんだろう、何やろう。はるなちゃんはあるの？そう、今な考えてんねん。あ、今考えてんねや現在進行形で。挑戦したいこと、別に何か、何か食べるとかでも、うん、なんかやってみることとかでも、うん、何でもいい、何か聞きたいなとか思いついた。何？あのね、ジュリナは一人でなんかどっか行くのが好きやから、なんか東京とかしょっちゅう一人で行ってんねんけど、だから一人で海外に行きたいなって思います。挑戦、いつか挑戦したい。喋れる？ハローぐらいは。いや無理じゃない。ディスカウント、ディスカウント。今から勉強せんだな頑張ります。ありがとう。あるルノピアに入ってペアアレンジをする機会がめっちゃ増えたので、もうレパートリーなさすぎて今ちょっと大変なのでペアアレンジ頑張りたいです。いいね、いいね。ある？あ、じゃあ覚えてた、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 はい。今普通に、うん、ご飯とかをママが作ってくれるから、うん、作ってみたいなって思った。そのルナが料理上手やん。上手やね。だからちょっと頑張ってみようかなって思う。うん、教えてな。ちなみに今の得意料理なんだ。今？うん。今はマシマシ卵。美味しい。美味しい。いや、な、美味しいな。それぐらいしか作れない。から。やってみたいなって思う。挑戦したいなって思う。ゆうか言っていい？さっきちょっと鳥行ってみたい。ラスト、どれか挑戦を。できるかできひんか置いといて、ASMR あるやん、食べるやつ、うん、あれさ、見るのめっちゃ好きなの。だからちょっと自分でやってみたい。うわぁ絶対効くな。やりたい。食べるやつ食べたいだけ。食べたい、いっぱい食べたい、いっぱい食べたい。じゃあ次ラスト、どでか挑戦何しますか？ミヤはやったこと、え、なんか着たことない系統の服着たいな。うん、どんな系統？例えば、例えばなんかロングスカートがヒラヒラ系が着たい。あ、うん、確かに、そんなミヨミヒだ。そうやな、なんかミニスカで結構なんかクロミちゃんみたいな、え、そう地雷ですみたいな服が多い、の私服が多いから、うん、見てみたいな、お姉さんになる感じかな。はい、じゃあみんな頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう、頑張りましょう。てな感じで次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください、一番星。
Oh, no.
の方お願いします。はい、どっちからしようかな。さっきじゃあ次のこと言って。はい、わかりました。はい、次のライブはですね、このあと、17時スタートのライブが、定期公演がニコンバシャップスさんにてあります。あのいてください、ずっとここにお願いします。約束です。あ、誰も反応なかった。約束みんなしてへんわ。みんな掲げててよ。あ、イエーイ。優しいありがたい。やったー。はい、で、そう、それが次のライブね。で、あつきずりだから告知があるんですけども、2週間後、10月26日土曜日にあつきずりな生誕祭ずりなインワンダーランド、ここで開催します。やったー。何歳になる？18です。若い。18成人するので、そのお祝いもドリンク代なしの無料ライブになってるので、もう一回関わったことあるやん。一回こうやって目を背かしてるから、もう絶対に来てほしいです。お願いします。お願いします。はい、ラストじゃない、後半戦に参りましょうか。参りましょうか。これさ、ジュリナが曲振りって言われたけどさ、春何するって言ったけど、春の嫌じゃないですよ。じゃ あちょっと前行ってもらえる、みんな。お願い。ありがとうございます。じゃあ聞いてください。ベターラブ。